哺乳類ゲノムの解読が進み、多くの遺伝情報が得られるようになったことで、生態の複雑な構造や機能を遺伝子発現に基づいて理解することができるようになってきました。脳など哺乳類の臓器や組織を全体として見渡すと、2万5000種類以上もの遺伝子が発現していると推定されています。脳の構造は非常に複雑で、その機能と強く結びついています。一群の遺伝子は細胞特異的または領域特異的に発現し、脳の構造と機能を制御しています。解剖学的な三次元空間において遺伝子の発現分布を網羅的に知るために、我々は新しい遺伝子発現地図作成法、トランスクリプトームトモグラフィーを開発しました。実験は最低3つの検体を用いて行います。3検体を直交3方向のいずれかにスライスして分核を作ります。これら分核ごとの遺伝子発現密度をマイクロアレイなどの網羅的な方法で測定します。そして発現地図を分核の遺伝子密度から高速計算により3次元空間上に再構成します。実際分核は理研が独自に開発した内部構造顕微鏡 3D イズムを使って作成します。この技術は連続的な検体の剥切と表面画像取得を組み合わせたものです。すべての剥切片を分核として集め、遺伝子発現密度の網羅的測定に用います。剥切表面の画像は実際の解剖学的位置情報を示すものとして分核画像を再構成する際に用います。例えば水平方向の剥切の場合、マウスの脳1検体を1時間でこのように分核することができます。直交する3方向にそれぞれの検体を剥切します。3つの検体の形を1つの3次元空間に位置合わせします。この画像情報を網羅的測定で得られた発現データの再構成に用います。実際にはまずそれぞれの遺伝子の発現密度を画像情報の対応する分核のボクセルに入力します。1つのボクセルに3つの密度情報が入力されます。発現地図は3つの密度情報をボクセルごとに平均化して作ります。カットオフフィルターを用いて強い発現を持つ部位を表示します。出来上がった3次元発現地図は脳の国際標準デジタル図譜を収蔵するウェブ上のワクスホルム空間で、 MRI をはじめ様々な生物学的情報と合わせて解析することができます。全遺伝子を対象として測定を行う方法の中で、トランスクリプトームトモグラフィーは従来法に比べ地図性能において XYZ の分解能が均等で発現の標準化能に優れ、測定時間コストも格段に少ない方法です。したがって研究者が独自の実験条件を設定して網羅的に発現地図を作成し、同一の3次元空間においてこれらを相互に比較することが可能です。さらにこうした情報を用いて人の疾患についてモデル動物での研究を進めることができます。トランスクリプトームトモグラフィーは網羅的な発現情報を3次元空間に統合して解析できます。我々はこの方法が先生医療、創薬などのターゲット分子の探索に広く応用され、イノベーションに貢献できることを目指しています。